こんにちは、スケドラです。今回はアベレーションのボスロックウェルに挑んでいこうと思います。アベレーションはね、だいぶ前に始めたマップなんだけど、リーパーとかドレイクの厳選環境が整った瞬間、それで満足しちゃって、もうボスほっといて他のマップ攻略行っちゃったんで、なかなかねボスに挑む機会がなかったんで、ここいらでサクッとねボスに行って倒していこうと思います。それじゃあ行きましょうか、ガンマで。このアーティファクトなんだけど、ちゃんとねアベレーションの洞窟に行って現地で取ってきたやつなんで安心してください。一応取った瞬間もダイジェストでまとめてあるんで、先にそちらをどうぞ。この光景怖えな。おもろ。アクチュアルブラックで140レベル、惜しかったー。いや、カルキノスほんと便利だな。クニダリアをスルーできんのめちゃくちゃでけえわ。いや本当にすげえ。これ普通に攻略してたらやべえよな。クニダリアたくさんいすぎだろ。どんな難易度してんだ。うわやだやだ。うわやば。すごいなこの洞窟、密集度が高い。うふふわやばこの洞窟、本当に密集してんだな。おしまい、帰ろう。で、メンバーはメガロサウルスが17体と、あとロックドレイクと高原生物バルブドッグを持ってきました。まあこのメガロサウルスたちは俺と一緒にドレイクの巣を攻略した子たちなんで、頑張ってもらいたいね。さあ行くぞ。あ、くら。あ、できた。これがボス。なんか喋ってんな。ああ、じゃねえのよ。あ、で、そうだ、ごめん。BGM つけてなかったわ。失礼しました。さあやっていこう。で、まあロックウェルの攻略方法はこの周りにある触手、これを壊す。まあこんな感じで壊していくと。もうさすがにね、ロックウェルも実装してだいぶ時間経つんで、攻略方法はしてます。てか、ちょっと待って。このピンクの弾、これが危ないんだよ。
このピンクの弾が騎乗車貫通だから当たんないようにやりたいんだけど、いってちょっとやっぱ乗りながらだとコントロールがうまくいかないな。よし来た。で全部の触手を倒すと攻撃チャンスが生まれるのよ。だからそのためにメガロサウルスを持ってきたんだ。お前ら行け。あ、殴ってるね。よし来た。これでワンセット、これを繰り返していく。だからまあ単純作業だね。頑張ってこの弾を避けつつこの触手を倒していくっていう作業。なんだ、なんか BGM がバグってる。いってる、いって、あ、そう、ハザードに来ちゃってたんだ。そうだ、俺ちゃんと金属装備持ってきたんだよ。でって言うんじゃねえんだよ、でって言うんじゃねえんだよ。よし、そしたらいって、いやーもう避けられないな。あ、噛んでる。でこっからネームレスとかも湧いてくるんだよな。よし、これでメガロに殴ってもらう。まだこんだけしか削れてないの。これでようやく半分か。やばい、この電撃じゃまずい。ああガガガガガガ、あー、やばすぎ、騎乗解除される。いや、これがやべえ。この状況やべえ。うわー、こんな風になるんだ。やばいな。バルブドック？なんで死んだの？俺投げてた？いけ、いけ。みんないけ。やーべ、突っ込んじゃった。あ、でこっからリーパーが出てくるんだ。お前らみんなこっち来て。このリーパーをかいくぐりながらやんないといけないから。あー、うん、やメガロサウルスにやってもらった方がいいかもしんない。いって、やべ、めっちゃブーツが壊れる。俺はこれを迎撃する。おっ、まさかの敗北をね、喫してしまいました。いや、ロックウェルめちゃめちゃ強いな。うん、ガンマだからって舐めてかかったわけじゃないんだけど、あのピンクの追尾弾と触手の叩きつけが痛すぎる。あれはちょっと、
能力ってか、まあ、騎乗者貫通なら分かってたんだけど、あれほど痛いとは思わなかった。やっぱ、ああいうのは全部撃ち落とさないとダメなのか。ただ、撃ち落とすって言っても、ドレイクの、騎乗撃ちがちょっと苦手で、あんまり騎乗撃ちというものをしたことがないから、ちょっと自分の操作性に難があったね。あのピンク弾をちゃんと落としつつ、触手も恐竜とかに破壊してもらった方が良かったね。うん、自分でショットガンで破壊するんじゃなくて、恐竜でやってもらった方が絶対楽だったから、最初からあれにするべきだったなって思いましたね。うん、そうすればまだ余裕ができたはず。いや、ちょっと、勉強不足だったな。まあ、さすがにね、ここで、ああ、負けちゃった、残念で終わるわけにはいかないんで、またね、戦力を整えてから、リベンジしたいと思います。よーし、やっていくぞ。リベンジ。暗いな。よし、やっていくぞ。もう作戦は、触手はもう生物に任せる。触手は生物に任せる。よし。こんな感じでバンバンやっていけ。いいぞ。あ、もうこれが一番いいじゃん。あ、意外とピンクの弾多いんだな。だからショットガンがいいのか。一応あれ弾落としやすいかなと思ってアサルトライフル持ってきたんだけど、あんま遠くだと行った、あんま遠くだとダメなんだな。当たり判定ないんだな。いや、ちょっと待って。やっぱ多いな。弾が多い。まあ、こんな感じで、ピンクの弾に気をつけつつ、触手壊していこう。で、ロックウェルがダウンした。このダウン時間が意外と長いから、ロックウェルに突撃してもらって、俺はその間頑張って、このピンクのやつを処理する。いやーもうほんと、ロックウェル勝て。一気にダメージ与えられないっていうのがめんどくせえな。なんかノートあったわ。いて。やべ。うわー、やべー、これはまずい。でやつら、やばこれ。長い、長すぎるって。頭おかしいよこの電撃。いや、この触手も痛えんだよな、地味に。一応、ロックドレイクのサドル、少しいいやつつけてきたんだよ。バルブドッグ!なんで死んでんの?あれかな、騎乗解除した時に、やっぱ落ちんのかな?まあ、頑張ってロックドレイクのサドル手に入れたんだよ。地上に行ってさ。頑張ってもう泣きながら。全然出てこなくて。頑張って地上を漁りまくってさ。あ、こっからリーパーか。行って。なんでこいつこんなエイムいいんだよ。とりあえずこれで元の場所まで戻ってきたか。でもなんか無理そうなんだよな。きつい。ほんとひどいんだけど、嫌なんだけど、このボス。
リーパーは多いわ。リーパーのエイムが良すぎる。もうこことかにいた方がいいのかな、逆に。もうきついかもしれん。っていうか、アサルトライフルの弾なくなってるんだけど。あ、これがラストか。ラスト一周。耐えろ。きついって。もうやりたくないんだよ俺。頼む、ここで勝たせてくれ。いや、ポンションもう何本か持ってくれよかった。メガロサウルス何体かいないしよ。いや、で、生えてきた。俺もポンショでサポートしたいけど、結局このボールどもが邪魔なんだよな。あ、このオブジェ嫌い。メガロサウルス、ついにメガロもやられ出してきた。残りあと1本だけじゃん。あれを破壊して。あ、来た。お前ら集まれ。お前ら集まれ。みんなそこいたの。みんなそこいたんかい。よっしゃー、ボケーだー。やったー、勝ったー。もう本当にグダグダもグダグダだ。よっしゃありがとう。みんなお疲れ様、ボロボロじゃん。これ降りた方がいいのかな。あ、うわ、綺麗。あ、エンディング初めて見る。ちょっとマウスカーソルが邪魔と。ああ、この輪っか、そんな意味あったのか。お、すげえ。あの輪っかにそんな仕掛けあったのか。あ、微粒子レベルで、限界分解されてる。ごめん、うるさいよね、俺。ここ俺喋るところじゃないよな。
It needed to be done, Survivor. Rockwell is finally no more, as surely nothing could have survived that art's destruction. Perhaps in oblivion, there is a measure of peace for the man Edmund once was, and not the monster he became. Now that you've ended the threat from above, it's finally time for you to join me on the surface below. We must turn our attention to Earth. Everything you've survived has prepared you for this. You must confront humanity's past, so that we can restore our planet's future. おお、これでエンドロールと。で、こっからエクスティンクションに行くわけだ。なるほどね。はあ、やった。勝ったよ、本当にもう。むずすぎないか、ロックウェル。まあ、とりあえず一旦これは飛ばそうか。終わった。戦利品。なんかある。カワウソマスクスキン。キュートな恐竜ヘルメットスキン。あ、で、ロックウェルのトロフィー。ゲットしてるね。ちょっと、スキンが邪魔だな、ここら辺の。初期スキンが邪魔すぎる。お、いたいた。いやー、みんなお疲れ様。よく頑張ったな。もうボロボロじゃん。いや、ギリギリだったな。うん、俺みたいなぬるい設定でやっててもこんなに削られるから。ロックウェル6ついな。あ、そんな感じ。え、そんな感じなんだ。顔全体覆うんじゃなくて、その仮面みたいにつけるんだ。ちっちゃ。おお、いいね。なんかのキャラクターでいそうな見た目になったね。おお、これいいじゃん。こういうのってもう死んだらデフォルトアイテムとして出てくんのかな。あら、これなんだ。このキャラクターなんだ。なんか謎の生物の帽子だけど、これはこれで可愛いね。もう舌出てるし。うわ、似合わねえ。全然似合わねえんだけど、こいつ。鼻の穴どうなってんだ。すげえ似合わねえな、お前。おお、こっちは似合うね。こっちは似合うんだけど、こっちの似合わなさよ。それもマスクじゃないじゃん。もう、こんな顔か。ね、お前、殴られてんの？殴られた顔してんな。なんか顔が歪んでいますよ。憎たらしいよ、こいつ。苦戦させやがってよ。はい、ということで、無事ね、ロックウェルに勝つことができました。まあ、最初はね、負けちゃったんだけど、2回目で無事リベンジできたんで、よかったです。ただもう二度とやりたくないんだけど。ちょっとね、ギミックがいやらしすぎて、めちゃめちゃイライラしたんだよね。特に、まあ、騎乗車貫通ダメージを持っているピンクボール、で、エイムが良すぎるリーパー、で、騎乗解除をしてくる触手。この三つがマジでうざかった。で、この三つの中でも特にね、ピンクボールが群を抜いてうざかった。あれ数が多すぎるんだよ。
迎撃しようにも数が多すぎて迎撃しきれないっていう。しかもあれで騎乗した貫通だからね、本当にもうどんどん装備とか壊されていくから、あれは本当にうざさの極みを感じたね。うん、ガンマ難易度であれだからね、もうベータとかアルファとかどうなっちゃうんだろうクリアできる気しない。まあ一応ね、今回俺ロックドレイクとメガロサウルス連れて攻略したんだけど、あれ以外でも楽に勝てる方法っていうのがあるみたいだから、機会があればやってみようと思います。まあということで、これにてねアベレーション攻略を終わりにしたいと思います。まあまだベータとアルファ難易度が残っているんだけど、これはねおいおいやるとして、一旦これで一区切りつけたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。本当に勝ててよかった。